おはようございます。今日は11月のちょっと何日かわかんないので多分この辺出てると思うけどです。今日はね月曜日なんですけど、ちょっとだけ遅めに起きてしまいまして、もうねお昼なのでお昼ご飯をこれからちょっと食べます。昨日日曜だったので、なんかね近所のホットドッグ屋さん、なんかアメリカンなホットドッグ屋さんがあるんだけど、そこに食べに行って、ホットドッグ頼まずサラダを頼んだんですけど、まあ相変わらずねアメリカのポーションはでかいので残りまして、まあ、これとスープも頼んだっていうのもあるんだけど、すごいめっちゃ反射しちゃってるけど、チョップドサラダねちょっとだけ残ってるので、これとあとタナタの冷凍たこ焼きね8個エアフライヤーで調理したので、今日もまたこの明太子、この明太子ソース本当に美味しい。これねご飯にかけても美味しいんだよね。なんでちょっとまた買おうかなと思うんですけど、まだいっぱいあるのでじゃあかけて食べようと思います。ということでいただきます。はい、改めましておはようございます。今日ちょっと髪をね巻いてみたんですけど、ちょっとイマイチかもしれない、若干巻き方がイマイチかもしれない。はい、まあそんな感じで、時刻がですね今もう3時50分ですね。さっきお昼ご飯食べて、今日もまあ一通りお仕事してこの時間になっちゃったんですけど、今日はとりあえず今日のタスクは終わったので、アウトレットモールにね行ってこようと思って、っていうのも今週末木曜日か感謝祭でアメリカはねセールが、全米中セールがねやるブラックフライデーっていうのは金曜日にあるんですけど、今年というか最近ここ数年はねもうあんまり金曜日に限定してそのセールやるっていうよりかは、前後何ヶ月何週間とか結構やってるお店が多くて、多分そう当日はもうちょっと安いとかあるかもしれないんだけど、当日はね忙しいのでうちもカリフォルニアにいて家族とパーティーがあるし、めちゃめちゃ忙しくてショッピングどころじゃないと思うので、ちょっと今年は早めにアウトレットちょっと様子見に行ってこようかなと思って、まあ欲しいものがある、これが絶対欲しいとかっていう目的はないんだけど、ちょっと靴とか見たいなと思って、まあ安かったらって感じかな。まあ、セールやってるかもねわかんないけど、多分やってると思うので、今日月曜日だから、まあ、あと数日でね今週の金曜日ブラックフライデーの日だから、まあ、やってるかなっては思ってるので、他のなんか大きいさターゲットとかウォルマットとかなんかそういう大きい量販店みたいなところはもう何週間か1週間2週間ぐらい前からかな、なんかちょこちょこブラックフライデーディールみたいな感じで出してるとこもいっぱいあって、 Amazon とかもちょこちょこ安いものが出てるので、まあ、その期待をかけてねちょっと行ってこようと思います。はい、カリフォルニアに行ったら多分ね買い物してゆっくりっていう時間ないと思うし、カリフォルニアはねマジで本当にどこも混んでるから、ショッピングモールとかにいつも駐車場を探すのだけ大変になっちゃうので、でこっち帰ってきたらねもう多分ブラックフライデーとかのセールとかもあんまないから、ちょっと今日のうちに行けたらいいなと思ってたので、はい、行ってこようと思います。アウトレット着きました。そんなね予想に反してそこまで混んではなさそう、まあ、いつもより混んでるかなくらいだけど、ちょっとね車止めて買い物してくると思います。めっちゃクリスマスソング流れてる、いいね。そんな寒くないし買い物日和ですね。ボックスランチっていうアニメとかなんかそういうポップカルチャー系のねマーチが売ってるお店に来ました。見て炭治郎とか、この辺はあれだねナルト系だね、あとドラゴンボールとかマイヒーローとか、マジでねアニメ系のね、あローキティもあるけどアニメ系のお店、めっちゃ可愛いキッチンセットだって、ミトン可愛い。でもさこういうのさギフトにはいいよね、好きな人は。クリスマスのセット、ディズニーもあるね、マリオとかディズニーとか、なんかほんとゲームとかジブリもある。待ってジブリ超可愛いんだけど、可愛い。これキッチンタオルとミトンのセット、
トトロのショットグラスとかもあるし、めっちゃ可愛い。ハリーポッターのやつとか、アベンジャーズ、ポケモン、この辺カーテンネットワーク系のアメリカンカートゥーンとかね、アメコミ系のがあったり、カービィがあったり、もうほんとなんか何でもあるね。ソニック、ポケモン、この辺ポケモンのね、犬やさとか、セーラームーン、かわいいセーラームーンのコップ、ナルトのラーメンボールとか、最近これが流行ってるよね、スクイッシュマロっていう、なんかもちもちのぬいぐるみ、あとポップファンコもたくさん売ってありますね。そう、こんな感じで、ワンちゃんのだ、ナルトのワンちゃんのワンちゃんのギフト用のやつ、これもナルトのワンちゃんの何、あのセーター、マイヒーローのセーターとか、マイヒーローはあれだね、僕のヒーローアカデミアの、あとは鬼滅の刃とか、マジでほんとこの辺子供服系だ、いっぱいありますね。呪術廻戦とかもありますね。この辺はフィギュアがたくさん置いてありますね。ちなみにね、アメリカ結構ね、偽物が置いてあったりするお店も多いんだけど、このボックスランチっていうお店はね、あの全米チェーン店なので、まあ私の知る限りは一応全部ライセンス品かなと思います。まあフィギュア系は全部ライセンス品だね。あのこっちでちゃんとなんていうの、輸入されてるものとか、あのこっちで再販されてるものとかなんで、全部ここの会社はね、信頼できる全部あのオフィシャルものですね。クリスマスツリーがでっかいのがある。いやー、もうクリスマスだね。 H&M でお買い物できたらなと思うので見てくると思います。お買い物に夢中になっておりまして、全然ビログ撮ってなかったんですけど、お買い物してきました。とりあえずなんかコンバースの紫とかピンクとかのがあったら欲しいなと思ったんだけど、なんかジャーニーズってところでね売ってたんだけど、まあ別に普通の値段だったからちょっと考えようと思って、あの H&M で普通にあの服買って帰ってきまして、はい、そんぐらいかな。あのセールはねしてるようなしてないような、いつもセールしてるっちゃしてるから、なんか特別すごい大セールみたいな感じじゃないけど、まあみんなお買い物いろんなとこでしてるので、まあ安いものもたくさんあるのかなって感じだけど、うん、特になんかこれを目的でみたいなの行かなかったから、あの欲しいものそんななかったので、とりあえずあの H&M で冬服トレーナー的なのをね、セールのやつを買っただけなので、そんな面白くないんですけど、結構時間経っちゃってね、もう暗くなってきちゃったので、ちょっと夕ご飯食べがてら帰ろうかなと思うんだけど、まだ6時半か。まあでもこれからちょっと夕ご飯食べて帰ろうかなと思います。家の方まで戻ってきました。うちの近くになんか新しくイタリアンレストランができたんだけど、ちょっとなんかファンシーっぽいイタリアンレストランっぽいんだけど、どうだろうな、ちょっと入ったことないしメニューも見たことないんだけど、あのできたばっかなので、あの気になってたのでね、せっかくだから今日はちょっとそこで食べてこようと思います。ご飯を頼みました。パンがねついてくるんだけど、イタリアンレストランはだいたいついてくるの、パンと、あとこのバルサミコ酢とオリーブオイルのやつでねつけて食べるんだけど、これなんだっけ、ポモドーロなんちゃらっていうのをね頼みました。これなんて言うんだっけ、ちょっと名前と忘れしちゃったんですけど、あのバジルとトマトとモッツァレラチーズのとオリーブオイルのやつですね。美味しそう。ということでちょっとメインまだ来てないけど先に食べようと思います。いただきます。ご飯来ました。初めてだからパスタとマルゲリータ頼んでみたんですけど、ちょっとなんかね、あのあんまりなんか凝ったのっていうより、ちょっと定番系頼んでみようと思って、半分こしてね食べようと思うので、美味しそうじゃない。でもトマトもフレッシュ、ちなみにこれ美味しかった。これ名前ね、カプレーゼだね。あのちょっと名前と忘れしちゃった。先生はねスパゲティとミートボール、これもめっちゃ美味しそう。ということで半分こして食べようと思います。いただきます。はい、お疲れてきました。ただいま時刻8時10分でございます。ちょっと久しぶりにねビールを一杯飲めましたら、若干酔っ払っておりまして、まあそんなにすごい酔っ払ってるわけじゃないんだけど、ちょっといい気分なの
で、最近本当ねビール飲まない間でね、あの一杯でだいぶ気持ちよくなれるので、だいぶエコですねはい、ということで、まあ8時だからまあちょっとね、あのゆっくりお家で過ごそうかなと思ってるんですけど、昨日あのなんだっけ、キャンディーキーンのシェイクを買って、ちょっとしかね食べてなかったので、残ってるが冷凍庫に入ってるので、ちょっとねそれ食べながらゆっくりしようかなと思います。はい、ということで、なんだかんだしておりました。だいぶ遅くなってしまいましたのでもちくんも寝てますけど、今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。ということで、また次回のビログでお会いしましょう。バイバーイ。